アクティブミノルは、日本の競争馬である。2014年函館2歳、ステークス、2015年戦闘ウルステークス優勝馬。2014年7月12日の新馬戦で、松田大作騎手とのコンビで5番人気で出走。レイズは2の足を生かし戦闘に立つと直線に向いても、後続を引き離し逃げ切り勝ちを収めた。連闘で挑んだ7月19日の函館2歳ステークスでは、 コースタートから逃げると直線でも手応えよくそのまま押し切り重傷発生派を飾った。休養を挟み11月の k 王杯2歳ステークスは6着、朝日杯フューチュリティステークスは5着に終わりこの年を終える。初戦のファルコンステークスはスタートから花を奪い逃げると4コーナーで後続馬に並びかけられる展開になるも2着に逃げ粘る。しかし続く ニュージーランドトロフィーは15着に終わり、休養に入る。休養を挟み9月のセントオールステークスは10番人気の低評価だったが、コースタートから先手を取り逃げ、最後の直線で、ウリウリの追撃を、花さを抑えて、重傷に勝目を挙げる。その後、スプリンターズステークスは9着、阪神カップは17着に終わりこの年を終える。小馬になってからは勝ち星には、 恵まれず、2018年12月15日のタンザナイトステークスを最後に JRA 競争場登録を抹消。船橋競馬に席籍したが、ここでも未勝利に終わり、2019年5月27日付で地方競馬での登録も抹消された。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。